茅ヶ崎市長候補の桂秀道でございます。ですね、今回ね、そういうことで、マイナンバーカードとね、この、健康保険証の一体化、ね、これをまあ推進している、まあ、河野太郎大臣が、ね、応援しているのはですね、選挙公報に書いてありますけども、ね、これが佐藤光市長です。で、皆さんね、先ほども申しましたように、健康保険証のマイナンバーカードのね、この、一体化っていうのは、だから医療情報、皆さんのね、例えば病歴情報とか、そういったものとですね、それから資産とか収入とか、ね、税金いくら払ってるとか、そういったことが全てですね、一体化してですね、この現在のカルト宗教のような、ね、団体が、ね、暗躍してるわけですよ、日本の政界って。で、そういう状況の中でね、これをね、一体化したらですね、まあ、悪用されるに決まってるわけですね。ですから、皆さんね、これね、なんとか阻止しなきゃいけないわけです。で、そのためにはね、河野ね、太郎さんがね、応援している佐藤さんを落選させなければいけないということに、まあ、なるんじゃないかと私は思うわけですよ。で、このままね、そのマイナンバーカードと、健康保険証の、ね、一体化が、ね、進んでしまいますと、だからもうものすごく、ね、時間が経過した後は、例えば1年とか2年とか経過してね、これが実際になった場合はですね、ね、どうなるかっていうと、まあ、だからいろんな選別が起こります。まあ、例えば、ね、救急車に乗ろうとしたら、いや、あなたは税金払ってないから乗せませんとかさ、ね、いろんなことできますよね。そういうことが起こりかねない事態なんですけども、ね、佐藤さんのね、この話、ね、佐藤さんがこれ当選するということによって、ね、茅ヶ崎市民が河野太郎のマイナンバーカード一体化、これをですね、容認したんだっていうふうにね、使おうと思って、この時期ね、つまりこの、茅ヶ崎市長選挙の直前に、あの発表をしたんじゃないかっていうのが、まあ、実際のところじゃないでしょうかね。私は茅ヶ崎市長候補の桂秀道でございます。ところでですね、佐藤、光市長が誕生してからですね、どんなことが起きたかというと、ね、例えば鶴ヶ台団地の自治会や浜見平団地の自治会がですね、まあ、過去の補助金の、まあ、不正利用があったからといって、まあ、訴えられたわけですね、佐藤市長から。で、この結末、皆さんご存知かと思いますけども、ね、この結末は横浜地方裁判所の佐藤博史裁判官がですね、その佐藤市長の訴えを認めない、ね、こういう、まあ、自治会側、勝利、ね、佐藤市長敗訴の、この、ね、結末で終わったわけです。で、ところがですね、その自分がやってたことは結局裁判所によって認められなかったっていうことですよね。で、にもかかわらずですね、まだ同じ方針で、なんか今度他の人をまた訴えようとしてるみたいですよね。だからそういうね、ことでやりますとね、これからね、あらゆるね、市民の活動とかね、茅ヶ崎市に関わる活動で、まあ、簡単に言えばですね、佐藤市長のね、が気に食わない人たち、ね、簡単に言えば佐藤市長って右巻き系ですからね、だから左巻き系の人をですね、もうターゲットにして、ありとあらゆるですね、ケチをつけて、ね、そして、まあ、弱いものを、まあ、いじめていくというようなね、そんな感じになるんじゃないかなと思っております。ですからここでね、佐藤市長を辞めさせないと、まあ、大変なことになります。で、それからですね、まあ、さらに佐藤さんとね、まあ、あと藤村さんという、まあ、2人の候補者が私以外に出てるんですけれども、この市長選挙というのは、これは何なのかっていうとですね、そうすると、これはね、まあ、皆さんが、ね、人事担当者とか、ね、採用試験の試験官なわけじゃないですか。だから試験官
官ということはですね、それは何になるかって言ったらね、あの試験に合格するために例えばどっかの会社に採用されようと思ったら皆さんね、きちんと履歴書を書きますよね。それから職務経歴書も書きますよね。それからね、志望動機、どういうことをやりたいか、ね、こういったことも書くと思うんですよ。でところが不思議なことにですね、あの選挙ポスターを見てそういうことが一つも書いてないんですね。お二人の選挙ポスターに全く書いてないです。一体何なんでしょうかね、これ。つまりですね、その採用する側のね、試験官をなめてる、ね、人事担当者をなめてるっていうことですよ、結局ね。でそうじゃないなかったらですね、こんなバカな、ね、ポスター作らないはずです。で私のポスター見ていただくと分かりますように、経歴もね、それから、職歴もですね、それからどういう政策をやりたいか、ね、あの詳しく書いてあります。で特に近づいて見ていただくと、大体全てのですね、ことが分かるように、まあ、書いてあるわけです。でところがですね、このお二人ね、お二人は全くそんなこと書いてないわけです。でね、これは私の想像ですけどね、こういった政策とかね、自分のご経歴とかね、その学歴とかですね、こういったことを全く書かないってことはね、もう特定のね、そのカルト団体が彼らをね、応援してるからね、いらないんですよ、ね、だからああいうポスターを平気で書くんですよ。ありえないですよね、普通ね。まあそういうことです。だからね、皆さんね、気をつけた方がいいです。でね、あの不思議なことにね、佐藤さんってね、あの自民党の公認だとか、あの推薦だっていうことになってますよね。自民党の推薦だってことにね、だけどさ、ポスターに書いてないですよね。公明党と自民党の推薦ってことを新聞によればですよ、ね、書いてあるわけですよ。ところがなぜかですね、こうあのそういうことが一切書いてない。 なんで自民党を稼ぐ、あの隠すんでしょうかって話ですよね。ね、自民党推薦って書いてあっていいじゃないですか。だからね、もうね、選挙向けで、ね、もう何でもいいんですよ。ね、とにかくね、カルト系だっていうのを消したいから、ね、自民推薦って書かないんですよ。皆さんね、あのここら辺に不思議なことにね、選挙ポスターって貼ってないんですね。で皆さんのところに貼ってあるんですけど、ね、だけどここにはね、貼ってない、ね、そういう状態なわけですよ、ね、だからそのね、もうなんか市民を舐めてるというかね、あの適当にやったらね、大丈夫じゃないかっていうね、そういう感じでやってるんですよ。ね、それがね、問題なことです、ね、そこが問題のところでね、それで、そのね、一番ね、この問題で、そのいろんなね、ことが起きている、で、最大の問題っていうのはね、やっぱりね、無関心、ね、無関心、それから投票に行かない人、ね、こういう人たちが投票に行っていただかないと、ね、だからカルト系の、ね、集団には勝てないですよ。はっきり言って、ね、だってもうね、何にも考えないで入れるわけですから、どんどんね、佐藤さんと藤村さんはそういう人たちがついてるからあのポスターですよ。びっくりしますよね、あのポスター、ね、びっくりするようなポスターですよ。中山社長、よろしくお願いします。ご注意ください。そういうね、ことです。それからね、茅ヶ崎のね、あの問題で、他にね、いろんな問題があるんですね。例えばね、今ゴミの有料化っていうのが、まあ、起こったわけですよ。で、ゴミがね、有料化されたことによって、あの黄色い袋に入れないとゴミ収集しないと言って、ね、ゴミ収集場所にね、黄色い袋じゃないゴミが溢れてるわけですよ。で、あれね、あれに放火されたらどうなるんですか。皆さんそう思いませんか。ゴミね、ゴミの白い、ね、黄色じゃない袋に入っているゴミっていうのは大量にあって、ね、あれが溢れてるとこあります、ね、じゃあそれはね、じゃあどうなんですかってことじゃないですか、ね、だから私はね、市長に当選してましたら、すぐに、あれをします、ゴミのね、有料化、すぐ撤廃します。で、そうしないとね、だから結局、貧しい人が、ゴミをですね、出せない。
ないわけですから、ね、でそうすると、出すゴミを出せないということはですね、あの家庭内がゴミだらけになるか、じゃなかったらあのゴミ集積場があのゴミでいっぱいになって処理されないゴミがあふれるかのどっちかじゃないですか。でどっちもですね良くないわけですよ、はっきり言ってね。でそれからね、あのゴミの有料化っていうのはね、環境に優しいとかなんとか言ってますけどね、あのゴミをね、あの出せるようにしないと景気良くならないですよね。そうでしょ。だってあの消費したら、今何でも買ったらですね、もうパッケージだらけですよね。ちょっとしたものを買ったってね、あのこうプラスチックでみんなパッケージしてあるわけじゃないですか。お弁当だろうがおにぎりだろうがね。だからこれで物が売れなくなるっていうね、それはそういうことにもなりますし、それからあの環境に優しいっていうんだったらコンクリートの建物を建てなきゃいいわけです。でもところがですね、そういうことは関係なくてやると、まあ、いうことになってるわけですね。だからこれね、どうしようもないですね、はっきり言って。だからこういうね、なんかこう腐ったような人たちをね、追っ払わないと。何の知識もなくて、あ、今環境って言えばいいなと思って言ってるだけですね。で一方でその環境に問題があるかもしれない、少なくとも二酸化炭素を排出するコンクリートの建物っていうのをたくさん、まあ、建てようとしてるわけですよ、ね、入りもしない道の駅、ね、入りもしない博物館、ね、不要不急じゃないですよね。今は皆さん、あの市民の皆様に対して、ね、何とかする、ね、コロナで困っている、収入が困っている人を何とかする。そして私はついでにですね、あの茅ヶ崎市内に医科大学を作ろうと思ってるわけです、公立の。でね、これはね、あのできないと思ってる人は多いんですけれども、実はですね、旭川医科大学という北海道にある国立大学があるんですが、これがですね、この医科大学のその年間運営費って200億円なんですよ。いいですか。でだけどそれに対してですね、茅ヶ崎の私立病院、あれ矢部医者のふるさとですよね、あそこの、あの運営費って100億円です。だけどね、こっからが大事なとこですけど、公立の医科大学の運営費っていうのは半分補助金が出るんです。だから200億円かかるとしたら100億円はですね、ね、国が補助してくれるわけですよ。だから今と同じ負担でですね、これはその運営できるんです。実は全く問題ないです。だけどね、やらないんですよ、ね。でね、あとはですね、私があの桂さんね、あなたあのいろんなこと言うけど財源はどうするんだっていう話もね、よく聞くんですけれども、あのね、皆さんね、海がありますよね。海がね、茅ヶ崎でね、これね、海っていうのはね、海水浴をしたりね、魚を取ったりするだけじゃなくて、海流が流れてるんですよ、海流でね。この海流が流れてるというのはどんなのかっていうとですね、これあの高校の物理でも教えてもらうことがあるね、コリオリの力、地球の自転に伴って茅ヶ崎沖の海はね、西から東に向かっていつも海流が流れているというね、こういう状態なんです。だからこのね、海の流れを使って、ね、そして海の流れを使って、そしてですね、これで発電するわけです。発電をね、すれば、ね、これでその電力は格安で供給できるわけですよ。常時流れてます。でね、私の言ってることがね、嘘だと思ったら、皆さんね、スマホ持ってたら、ね、海.jp っていうウェブサイトがあります。ね、海.jp です。でね、このね、ウェブサイトを見ていただくと、ね、あの何が載ってるかというと、あの茅ヶ崎沖のね、あのこの辺でそのスマホであの検索かけると、そのちょうど茅ヶ崎沖のね、海の流れっていうのがね、出てくるんですよ。で見てください。そうするとね、常時ね、西から東にね、海が流れてるんです。だからこれを使えば発電できるわけです。で発電できるということは、まあ、茅ヶ崎市内のね、電力を安く提供することがまあできるわけですよ。燃料代がいらないわけです。でさらにね、これをね、その茅ヶ崎で、消費しきれない分っていうのをね、その茅ヶ崎市外に売っていけば、売却すればね、あの皆さんから、ね、場合によっては税金を全く納めていただかなくても、茅ヶ崎市の運営っていうのはいくらでもできるんですよ、実は。だからその海岸沿いのこの
コリゴリの力で海流が流れている場所、いつも一定方向に流れている、こういったですね、沿岸、日本の沿岸の場所っていうのは、別にですね、お金に困らないんですよね、実は。で、ところがですね、不思議なことに、その、日本のね、メジャーな政治家っていうのはですね、こういうことは絶対言わない。ね、で、その自然エネルギーだというとですね、何を言うかって言ったら、太陽光。ね、これ、夜は使えないんですよ、太陽光。これを推進する。それからあと、風力発電。で、風力って当たり前ですけど、風が吹いてないと発電できないわけ。で、ところが、茅ヶ崎沖の海にはですね、海流が流れてる。いつも西から東に向かって流れてるわけですよ。じゃあ、これね、使わなかったらおかしいじゃないですか、なんか。ね、だけど、やらない。ね、とそういう人たちなんですよ。で、もっと言うとね、例えば今そのコロナで、医師が不足している、ね、医者が不足している、それから看護師が不足していると言われてるわけですよ。だったらね、医学部の定員を増やせばいいじゃないですか。看護学部の定員とか看護学校の定員を増やせばいいわけですよね。だけどこれも不思議なことにね、日本のね、メジャーな政治家って誰もね、例えば、パンデミックでね、コロナがね、対策ね、やりますと、じゃあね、例えば来年の4月からね、医学部の定員を倍にしますとかって誰も言わないわけです。だからこれがね、インチキなところです、日本の。だからね、そういうふうにね、騙されるようにね、皆さんがね、その今の既存のね、デタラメな政治家にね、投票したりね、諦めてもう嫌になって投票しないようにするっていうね、これで日本の政治っていうのは成り立ってるんですよ。だからね、皆さんね、今までそういうね、俺なんか投票なんか行かない、選挙なんか嫌いだって言ってる方もね、たくさんいらっしゃいます。だけどね、それはね、間違いです。だから今回はですね、その、国民健康保険とね、マイナンバーカードの一緒くた、これもね、一緒くたになったら大変ですからね。だからこれを阻止するためにもね、投票に行かれてね、桂秀道とお書きください。で、そうじゃないと多分ですね、1ヶ月後今頃になったらですね、今頃というか来週ですね、来週の今頃になったら河野太郎大臣がですね、どんどん管理社会にしていきますよ。もっとね、他のものも一体化してね、マイナンバーカード1枚のカードにどんどん情報を集約して個人をコントロールすると、こういう政策に、出ていくんじゃないかと、私桂秀道は非常に、危惧をしております。私は茅ヶ崎市長候補の桂秀道でございます。で、さてですね、中学校の給食の問題っていうのはね、よくこの神奈川県のこの辺りでは、話し合われているわけですけれども、私ね、一番最初に地方公務員としてね、働いたのはですね、品川区立の荏原第四中学校っていうところの教諭でした。で、これはですね、いつのことかというと、1981年の10月からそこで働いたんですけれども、で、この時にですね、もうすでに品川区立にはの中学校には給食がありましたね、給食あったんですよ。だから、その今更ね、それから82年ですから、81年、82年、だから大体50年ぐらい、40年経ったわけですね、40年ぐらい経って、いまだにね、茅ヶ崎市では、給食というのを全くやっていない、ね、どうですか、小金井市ではやってるんですか、何がですか、給食、中学校の。給食、中学校、給食ですよ。今ね、小金井市の中学校に、小学校のお勤めの、無償ではないけど、中学校でね、給食やってるそうです。つまりね、だからね、東京都内って結構ちゃんとしてるんですよ。で、ところがね、もう神奈川県っていうのはね、そうじゃない。ね、そういうことです。だから、皆さんね、給食、ね、やるのは簡単です。でね、私はこれも推進しようと思います。でね、子供が減ってるとかね、なんか言ったってね、全然子育て対策なんかしてないわけですよ。ね、で、例えばその鳩山さんがね、高校の授業料無償化っていうのをしたわけですよ。で、あれは良かったと思いますよ。だけど、じゃあ中学校の、ね、給食、ね、日本中でやればいいじゃないですか。だけど、そういうこともやらないし、ね、そういうふうにですね、なんていうのか、子育て対策だなんてね、話だけぶち上げて
ね、一般の人がね、あ、これは子育て対策だなと思うようなことはなぜかやらないという、そういうような状態です。で、私はこの給食は、あの中学校の給食はやりたいと思います。それからそのはい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 どうも、はい、中学校のね、給食も小学校の給食もですね、それからあの子どもの、ね、医療費も、ね、医療費もこれはね、あの無償にしたらいいと思うんです。だって子育て対策だって言ってるわけですよね、少子化だと、ね、言ってるわけですから、そしたらね、じゃあ子どもを育てるのにこうかかる手間とかお金をなんとかね、公的なところが負担しないとですね、どうにもならないわけです。でね、例えば40年ぐらい前と今とではね、まあ、不安定雇用の方がたくさん増えてしまったわけです、ね、不安定雇用の、ね、だからその不安定雇用の方がたくさん増えたことによって、ね、その子育てが難しいから結婚しないとか子供を作らないっていう、ね、方も増えてしまったわけです。だからこれをなんとかするって言ったら、やっぱり公的にね、支援していくしかないわけですけれども、ね、ところがですね、あの子育て対策をしますとか、ね、少子化対策をしますとか、そういうことを、まあ、政治家の方は言うんですけども、でも具体的なことは何もしないわけです。ね、なんで言わないのか、まあ、よくわからない、ね、そういうことでございます、ね、でそれからですね、あのそれが、まあ、あの子育て対策の話ですね。だからこれもだいぶあの子育ても、ね、少しは楽になるんじゃないかな、ね、私桂秀光はまあ考えているわけです。であとですね、あの東京都内なんかはですね、あのバスの、ね、乗り放題パスというのを、まあ、70歳70歳以上の方に、格安な料金でですね、パスをですね出しているわけです。で、まあ、1万円とか2万円負担するからですね、年間、これぐらいの負担でですね、そのバスに乗り放題になるんですね。で、私もこれね、茅ヶ崎で始めたらいいと思うんですよ、ね、だけども、それをですね、まあ、やろうとは、まあ、してないわけですね、全然やろうとしてないわけですよ。だからそのね、あの茅ヶ崎でね、市民サービス向上するなんて話は全然聞かないんですね。で、皆さんね、年取ってね、あのバス代だって結構高いです。で、しかもね、東京都内って一律なんですよね、バス代が。あの200円弱払うと、どこまで乗ってもタダだったり、あの料金変わらなかったりするんですけど、この神奈川中央交通の、あのバスっていうのは、ね、非常に高いですね、あの距離によっては。で、しかも、あのなんていうんですかね、あの高いだけじゃなくて、まあ、バスの本数も少ないしね、で非常に不便なんですけども、これをですね、その乗り放題パスを発行することによって、みんながね、たくさん乗るようにして、そしてですね、あのこれをあのなんていうのかな、あの70歳以上の方が、まあ、家から出やすくなる、ね、家から出て健康に暮らしていただくと、ね、毎日例えば図書館に行かれるとか、ね、海岸に遊びに行くとか、ね、そういったような、ね、ことをする、あとは病院に通院されるとか、ね、買い物に行かれると、でそういうことが簡単にできるように、お金の負担をほとんど感じないで外出できるようにしたら、ね、私桂秀光はこれはね、非常にあの健康寿命を伸ばすんじゃないかと思うわけです。で、東京都内はだからそういうことでね、よくね、研究してやってるんですね、実は。東京都内、23区内とか、あと横浜市内でも、この、70歳以上の方に、ね、ある程度のお金を、ね、まあ、1万円、年間ですよ、年間1万円とか2万円払うと、これが、その、乗り放題のパスとか、乗り、市営交通乗り放題とかやってるわけですよ。だから、茅ヶ崎なんか全然やんないわけですよ。ね、それでいてですよ、ね、名古屋市もそうですけど、それでいて、ね、なんとですね、あの市長の給料は93万円、ね、おかしいでしょ、名古屋は50万円、ね、もうこういうデタラメなんですよ、って言って。だからもうね、これをね、変えていきます。でね、私は今66歳ですけれども、ね、私がね、70歳になったらね、もう市長は辞めます、はっきり言って。で、ね、その70歳になって私がね、あの市長を辞めた時に、自分が一市民としてね、あの暮らしやすい町を作りたいと思ってるんですよ、ね、だからその医科大学を引っ張ってくる、これを引っ張ってくるというか、創立させたいと思ってます。で、そうすればほら、ね、先端医療が、
ね、茅ヶ崎市内で受けられる、ね、これは非常にいいじゃないですか。で、電気料金だって安い方がいいですよね、皆さん、ね、だからその、海流発電、ね、これをやってですね、そして、ね、あの安い電気で、ね、暮らせる、ね、そういうふうに、あと交通を、ね、便利にして、ね、あの市内1万円とか2万円年間払えば、ね、金中のバスもね、東海道線もですね、市内は少なくともですね、市内は、ね、あのそれだけでそのパスを見せるだけで乗れるようにするとかね、でそういうことをやっていきたいと思う。でそれがね、やっぱりね、あれですよ、住民サービスじゃないですか。もちろんですね、先ほどから申し上げておりますように、ゴミですね、家庭ゴミの処理の代金はもちろん取りません、ね、取りません。でその財源はどうするのかといったら、先ほどから申し上げているようにですね、財源についてはまずですね、あのこの海流発電とかね、そういう発電を試してみてですね、うまくいくようだったらその茅ヶ崎市内にその電力を供給すると。で、あのさらに、うまくいくようでしたら、これをあのよその市町村に、ね、売り飛ばしてですね、でそれであのお金が入ってくるじゃないですか、海流発電ね、だからそれで、ね、まあ、皆さんの税金をどんどん下げると、ね、こうやって、でまあ、だから あのいわゆるです、ね、サウジアラビアとかああいう産油国って石油を売っているので、ね、あの税金無税なわけですよ、ね、だから日本だってやろうと思えばできるわけです。でところがそのなんか政治家がバカなのか、もしくは特定の利権集団、例えば石油、ね、石油の持っている会社とか、それから原子力の利権とか、こういったように顔色を伺っているせいか分かんないですけども、ね、あのこれは言わないです、言わない。で、自然エネルギーだというと、ね、夜は使えない太陽光、ね、風が吹かないと、ね、発電できない風力と、こればっかり言ってるわけですよ。でも本命は海流発電です、皆さん。ね、で皆さんね、スマホ持ちですよね。ね、あの暇だったらですね、あの Google の検索かね、あのダックダックゴーの検索で、ね、あの、海.jp って入れてみてください、ね、と茅ヶ崎沖の海流がいつも、ね、西から東に向かって流れているのは、ね、分かります。これね、リアルタイムで、ね、あのその海流が、ね、出るようになってます。でこれ見ると、ね、分かりますけども、茅ヶ崎沖って西から東に常時海流が流れてます。でこの常時海流が流れているということは、これ使って発電できるわけじゃないですか、ね、水力発電と同じですよ。水力発電というのはね、あの川の流れですけども、私が言っているのは海の流れで、これはですね、地球の自転が止まったらですね、この流れが止まるかもしれないですよ。でも地球の自転ってとりあえずですね、皆さんが生きている間、私が生きている間には止まらないですからね。これはあの地球の自転に伴うこれよりの力っていう力で、その、海の、ね、海流っていうのは起きているわけです。で私は東京海洋大学にも勤めていましたし、ね、水産学修士でもありますから、こういったこと詳しいわけですよ、ね、でこれをね、なんで昔から使わないのかな、ね、沿岸にあるね、例えばその寒川町とかね、ね、海老名とかそういうところできないですよ、海がないから。でも茅ヶ崎沖行ったらね、あのできるわけじゃないですか。エボシウアだってあるしね、あの辺に発電所でもね、あの海流発電の発電所でも置けば、ね、できるわけですよ、簡単に、ね、だからやればいいのにやらないわけですよ、ね、これみんなにとって得ですよ ね。だけどさ、今の市長だってそんな気ないんです、全然、ね、だから、ね、私がやるしかないということ で、ここで始まればですね、日本中の その黒潮に伴うね、海流が、ね、出ている、あの海流がある、ね、沿岸域はこの海流発電で、まあ、格安な発電ができるし、この発電によって得たです、ね、電力を、まあ、他に売却することによって、まあ、収入が得られればですね、これでその極論すればですよ、ね、皆さん住民税とか固定資産税払わなくたって全然困らない、ね、そういう、まあ、あの状態に、まあ、なるわけです。でこれをやりたいわけです、そういうことです。だけどね、もうね、全然あのなんか何を考えてるか分かんないような人ばっかりですよ、ね、だからあの選挙ポスター見てくださいよ、ね、だどういう政策でもいいから何か書いてください。書いてないでしょ、佐藤さんも藤村さんもね。だからイメージで書いてあってね、まあお二人ともね、美男美女でね、羨ましいですけどもね。だけどね、それだけでして、ね、何にも書いてないイメージです。でイメージなのはね、なぜかって言ったら、先ほどから申しているように
これね、カルト教と関係してるんですよ。だからね、もう特定の、ね、団体がバックにいるから政策なんか書かなくたって入れてもらえるからやってんじゃないですか、ね、そんな状態でございます。私は茅ヶ崎市長候補の桂秀光でございます。今日はですね、昨日に続いて、こちらでですね、私の政策の説明で、これをまあやっております。で、次にですね、ちょっと国際交流の話をしたいと思うんですね。で、国際交流っていうとね、なんか知らないけど、例えば茅ヶ崎市ではホノルル市とね、姉妹都市協定を結んでいるんだと、ね、そう言ってるわけですね。まあ、これはまあ悪いことではないと思います。でね、ただね、じゃあ何をやってるかっていうと、皆さんね、個人的になんか得したことないでと思います。で、ね、私は市長になったらね、このホノルルの高校と茅ヶ崎に住んでいる高校生が交換留学するっていうのをね、1学期間ぐらいやりたいと思うんです。で、ね、こんなの夢物語だと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、私ね、筑波大学の坂戸高校というところに働いたことがあります。で、ここではですね、インドネシアの高校と交換留学制度があります。で、このね、交換留学制度っていうのはどういうのかっていうとね、筑波大の生徒がインドネシアに行きますよね。そうするとインドネシアから来る生徒のうちに、まあ、泊まるわけです。で、インドネシアから来た生徒は筑波大の生徒のうちに泊まるという、こういう方式なんですよ。だから、宿泊代とか、ね、飯代とかそんなのかかんないんですね。こっちで食べてたものをこっちで食べるわけです。で、これが、まあ、本当の交換留学です。で、で、授業料は、ね、そのまま、その日本側はないですね、高校の授業料は。だけど、インドネシア側は、インドネシアの生徒の親が高校に払った授業料が、ね、なんていうのか、筑波大の生徒の授業料になるわけです。だから、追加負担はなしです。ね、で、かつですね、だからあと必要なのは航空料金だけなわけですね。で、例えば東京とホノルルの間って言ったら、まあ、航空会社とうまいこと交渉すればですね、まあ、月5万円ぐらい、往復5万円ぐらい、ね、まあ、普通でも10万円ぐらいではね、航空券買えると思うんです。で、そうしたらですね、例えば1000万円あれば、ね、100人の、ね、茅ヶ崎の高校生がですね、ホノルルの高校に、ね、交換留学として1学期間、ね、勉強できることになるんじゃないかと思うんです。で、これはですね、非常に、将来ですね、将来役に立つと思います。で、ね、私はこれ何人ぐらい希望者がいるか分かんないんですが、希望者全員をですね、茅ヶ崎在住の高校生ですね、これ希望者全員をホノルルの高校と交換留学、まあ、これはね、ぜひやりたいと思ってます。で、これでね、こういうことをやるとね、テントレムシ試験のために英語を勉強してもね、ちょっともう身につかないわけですよ、ね、だけども、実際にね、そこで生活するってことになると、まあね、一生懸命、ね、身を入れて勉強しますし、ね、で、新たな価値観とか新たな発見っていうのも、まあ、生まれてくるわけですよね。ですから、こういったことをね、やって、それでその高校生たちがね、大人になっていくと。で、そういう時にどういうことが起こるかっていうと、ね、もう別にアメリカ人だからって言ったって、ただの人間だと思えるようになるじゃないですか。で、私もね、幸いなことにですね、親のおかげに16歳から17歳にかけてですね、アメリカのミシガン州に高校生の時ですね、高校2年の時に、まあ、留学ちょっとの期間留学したことがございます。でね、このね、経験っていうのはね、今に生きてます、はっきり言って。私が今ね、なんでインドの大学で活躍できるかっていうと、この時にね、培ったね、根性がね、それがね、非常に役に立つわけです。ですから、やっぱりね、こういうね、国際感覚ね、それを持ったね、生徒を育てていきたい、住民を育てていきたいと思います。でね、市長とかね、副市長とかね、そういうなんか偉そうな人がね、議長とか、こういう人がね、ホノルルに行ったってね、交流にならないじゃないですか。それよりもね、茅ヶ崎在住の高校生がね、ホノルルに行ってね、そして経験すると。で、私はね、1学期間にしようと思ってます。でね、なぜかというと、これね、1年行っちゃうとね、高校をね、
3年で卒業できなくなっちゃうんですよ。なぜかというと、アメリカの高校にはですね、物理とか数学とかね、歴史とか、こういう授業はあるわけですけども、さすがにですね、古文や漢文の授業はないわけですよ。で、そうするとね、1年間行っちゃうと、ね、高校4年行かないと卒業できなくなっちゃうん で、それはさすがにね、まずいんじゃないかと思いますので、まあ、一学期間だけね、行ける、そういう、まあ、プログラムを作って、まあ、できるだけ希望者全員、で、まあ、予算の問題があるんで、できなかったら、まあ、抽選でね、行きたい人を募ってですね、茅ヶ崎在住の高校生がアメリカのホノルルのですね、高校に、まあ、交換留学できるように、ね、これが、まあ、私ね、真の国際理解じゃないかと思うんですね。で、ゆくゆくはですね、別に私インドとも関係してますから、例えばインドの高校とかね、あとは私マレーシア の大学とも関係しているので、マレーシアの、ね、高等学校とかね、そういったところにもですね、まあ、交換留学として1学期間ぐらい行ってですね、で 現地の、ね、高校生が生活をね再建していただくというね、こういったねプログラムを、まあ、作ってですね、茅ヶ崎の、まあ、付加価値、ね、これを、まあ、高めていきたいな考えております。でこれもですね、だから予算をどうするんだって話ですけども、まあ先ほどから申し上げているように、茅ヶ崎のこの海流、ね、海の流れを使ってですね、発電すればですね、多分ね、これでもう茅ヶ崎は大金持ちになりますよ、ね、何の問題もないです、ね、隣の藤沢市も平塚市もね、似たようなこと始めると思いますよ、ね、で、まあ、海に、ね、面してない、ね、ところは、まあ、これは、まあ、知らないです。今の話はね、まあ、これは後で考えてみましょう。こういう話でございます。私は茅ヶ崎市長候補の桂デミでございます。ではここでですね、一旦、お話を中断したいと思います。ご清聴ありがとうございました。それから、うるさい、ね、うるさいとか言われるんですけど、全くうるさいと思いますけども、まあ、日本の公職選挙法って、こういうですね、なんていうんですか、演説とか連行行為とかね、こういうのをまあ推奨しているわけでございまして、これにのっとって選挙活動を やらざるを得ないんですね、はっきり言ってね。ですんで、まあ、あと数日ですので皆さん我慢して、桂秀光を茅ヶ崎市長にしてください。よろしくお願いします。